芋餅は北海道、和歌山県、高知県及び岐阜県の郷土料理。ただし同じ名前でも使用する芋の種類や製法が異なる。北海道の芋餅北海道では芋餅。別名芋団子とも呼ばれる。明確な区切りはないが焼いたものを餅。汁に入ったものを団子とも呼ばれる。皮を剥いて火を通したジャガイモを潰し、これに じゃがいもでんぷん、または片栗粉を加えてよく練り上げ、小さな丸餅や団子状に成形し、餅と同様に焦げ目がつくまで焼き上げる。甘辛く味付けした醤油やバター、砂糖などをつけて食する。当時、餅米の生産技術が未発達であり、豊富に生産されたじゃがいもかぼちゃを餅の代用品として作られたことが始まりである。現在、冷凍芋餅の生産により、 北海道の手軽なファストフードとして、土産物屋の店先や高速道路のサービスエリアの売店でも見かけることがある。芋餅の粉も市販されており、かぼちゃ味などのバリエーションもある。また、子供にも人気のおやつでもある。また、居酒屋のメニューになることもある。通常のもち米で作る餅に蒸した、さつまいもを混ぜて突き上げる。中にあんが入り、 きな粉をまぶしたものがポピュラーである。通常の餅より柔らかく、時間が経つと、自らの重さで変形していくほどである。食感も滑らかである。和歌山県日高郡地方を中心に食べられている。高知県でも全く同じ製法で芋餅が作られている。通常米を炊く用々で、皮を剥いた里芋とウルジ米を一緒に炊き上げる。 炊き上がったものを棒などで潰して混ぜ合わせ、それを丸持ち形に成形する。すりおろした生姜と醤油を混ぜて作ったタレで餅を味付けして焼き上げる。焼菜に立ち込める生姜醤油の香ばしい香りが特徴である。県内でも特に中濃地方に見られる料理で家庭用の電気炊飯器でも作ることができる。地域の祭りでも特産品として販売されることもある。 ありがとうございます。